はい、でね最初イベントページ作った時は「魚座と可謡性」って言ってたんですけどもうちょっとねやっぱ「魚座ワールド」大きすぎて可謡性はもう取りました魚座と実はここ表題には書いてないんですけどその反対側の乙女座の神話に触れながら まあ一番私今回言いたかったのはこのバウンダリーっていうねワンネス意識っていうのとバウンダリーのどうやってこうやっていったらいいかっていう、ね、どうやらこのバウンダリーっていうのがやっぱりその何て言うのかな委ねるとこう自分でいるっていうののどうもこうねあの助けてくれるような考え方なんですね。 で、まあ、もう、あの、太陽はおひ座に移ったんですが、今月のテーマは魚座です。で、まあ、そうは言っても、太陽が動いたといっても、今、めちゃくちゃ魚座のエネルギーがとても強いです。うん。で、どういうことかというとですね、3月7日、乙女座に満月、乙女座で満月がありました。で、満月ってことは、月が乙女座で、太陽は反対側の魚座に。 で、ちょうどその間に地球がいる。これが満月なんですけど。で、この満月のちょうど約1時間後ぐらいに、日本時間ですね、午前にね、土星が宇座に入りました。で、土星っていうのもすごくこう影響力のある惑星の一つで、で、それが、えー、とその前は2年半ぐらい、水瓶座をとヤギ座をうろうろした後、水瓶座に入ってました。 で、今回3月7日に魚座入りしてからは、もう水亀座に戻らなくなって、で、ちょっとお羊座に入って、また魚座に戻って、で、お羊座に入るっていうようなことを2025年まで、ね、繰り返します。だから、約あと2年ちょっと、ね、土星が魚座に入ったり出たりする時期が来たんですね。で、で、これが、 これをもって、私がさっき言った、今、大座のエネルギーがとても強いという、なぜかというと、土星だけでなく、2011年から海王星っていう惑星が大座に入ってます。で、この海王星、今日ね、お話もしたかったんですけど、また違う機会。海王星は大座の守護星なんです。だから、大座に戻ってきてるってことは、自分のホームグラウンドに入ってるので、海王星がめちゃくちゃ力を発揮しやすい時期。 それが2011年から2025年まで。まあ、なんとですね、実はこの2025年ってね、海洋性もおし座に動くんだけど、土星もおし座に動くんですよ。だからね、この3月も結構激しい動きあったけど、2025年、結構激しい動きあります。うん。で、今はそこに向けて大事な時期かなっていうふうに思ってください。で、海洋性というと、まあ、大座の えーと守護生なんで、どういったことを社会にもたらすかっていうと、簡単に言うとスピリチュアルな、そのファンタジーワールド、瞑想とか、あ,あと、霊能力とか、そういったことが割と広まって、2011年来たことないですかね、占い師デビューしたりとか、私もそうです、私もともと獣医師だったんですけど、まさかヒーラーになるなんて。 でヒーラーだけじゃなくて、クリスタルボールとともにサウンドヒーリングするとかね。もうとてつもなく思ったことなかったですよ、2011年より前ね。で、今、割とそういうことする人増えてきてるじゃないですか。で、まあ、そういう感じなんです、海洋性の影響って。どん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 ,どん自分の,その目に見えない世界とつながる能力とかが、ね、パワーアップする。だから、この2023、2024年、2025年って、 もっともっとね、チャネリングやりたいとか、チャネラーになるとか、なんか宇宙からのメッセージがもっともっとね、つながりやすくなる。そんな時期です。うん。で、もっと言うと土星はいろんなことをこう具現化する力があると言われているので、この約2年今年から、イメージが具現化しやすいって言われてます。で、イメージが具現化しやすいってどういうことって言ったら、ぽーっと考えたことが、 ね、例えばこうなったらいいなも叶いやすいしあともう一個ほーっと私たちってこうなんか自分の望みと反対のことを考えたりするじゃないですか、ね、例えば一番分かりやすいのは憎しみとか嫉妬とかのその根を放ってしまう、ね、なでどっか心の奥であの人失敗すればいいとかねそんなのあるじゃないですかそれもね叶いやすくなるっていうね ちょっとね、気をつけないといけない時期が今始まったっていうことでもあります。だから、大ざが強くなるって本当にね、いいことも触れるし、困ることもあるんですね。で、えっ、ー、と、ホロスコープの世界を、こ,うこの絵がね、よく表してるなと思って、まあ、よくねあの、ホロスコープのチャート、私見せたりしますけど、 基本、私たちはこの中心にいることになっています、ね。さっき言った太陽が、えーえー、と魚座、水がめ座あ、その反対側の乙女座に月がいるから、真ん中にいる地球から見れば満月に見えるとかっていう、それを表したのがホロスコープなんですけどね。で、基本、私たちはここにいなきゃいけない。中心にいなきゃいけない。で、太陽が東から昇って、 そして西に沈んでいってっていう、これを表したのがホロスコープなんですね。だから、えー、ポイントはこの中心に私たちはいつもいるってことなんだよってことです。で、これが十二星座をね、表す。で、これは何かというとこうい一、一番目の牡羊座から十二番目の大座の、ね、大体並びを表している で、このサインはこっち側から並ぶんですけど、太陽はこっちから上がって、こっちに沈む。私たちはこの真ん中にいますね。で、今日は魚座とその反対側の乙女座の話をしていきます。で、私たちは乙女座と魚座の中心にいることが大事なんです。なぜならそれが私たちの場所だから、地球ね。で、魚座の話をして、乙女座の話をして、 実は2つともあ相違関係がある。全く同じ世界もあるし、全く反対側で異なる。ちょうどその中間のところにいることが私たちあのすごくあの地球で生きていくヒントになるんですね。もう一回、魚座と来月は、今度、お羊座と天秤座の話をまた、ね、していきます。じゃあ、魚座です。ね ウォザは大体太陽が魚座、えー、にいるときっていうのが2月20日から3月21日ぐらい、そのあたりに生まれた人は魚座さんとよく言われてますね。で英語で言うとパイシス。でシンボルはこの2つがつながったような感じで。夜空にはこういうふうに見えるそうです。2匹のお魚がこの、ね、なんかリボンで結ばれて で、12番目の星座ですから、餃子の関係ある数字は12なんです。でね、餃子ってね、ものすごいスピリチュアルなね、星座って言われてるんですけど、この12っていう数字も、数比で言うととても神聖な数字だそうです。なぜなら、1足す2足すと3になりますよね。で、3っていうのは、まあ,あ、キリスト教でも三味一体とか言って、ね、父と子と精霊の名のもとにとか言っていうぐらい、 なので、至る所に3が出てくるんですけど、とても神聖な数と言われていますで質としては陰性です。女性性が強いですね。でえー、と3区分でというと、柔軟球です。柔軟球なんで、わりと王座さんはこう、まあ、はっきり自分の筋を立てるというよりも、いろんな人と交わっていって、変化していくって、そして成長していくという質があります。で柔軟球は 他にえっ、ー、にいて座、乙女座、それから双子座があるんですけど、この柔軟球に、例えばアセンダントとか、ある人の特徴はね、まあ、言い方悪くすれば優柔不断、でも、人に対してすごくこうあの柔軟に対応できるので、まあ、水商売とかね、あと人のお話を聞くセラピストとかね、向いてると思います、まあ、そういういエネルギーです。 でえー、と4つの元素で言えば水ですね。だから、魚座さんは共感能力が高いと言っていますで。支配性はさっき言ったように海洋性で、昔の生成術では木性でした。で体に対する、ね、あのこのところ、場所はどこかというと、かかと、内分身付きのリンパ腺脳下水体。あのねえー、と例えばです、ね、土星が魚座だったりとか、 カイロンが大技だったりとかすると、なんか自分にとって流れが良くないとき、この部分をね、大技と関するところに怪我したりとかね。そういう人結構いいです。例えば、ヤギ座も、ヤギ座は結構骨に関係あるんですけど、ね、ヤギ座にカイロン持ってる、土星持ってる人で、ちょっとあの無理しすぎたとき骨折するとかね。そういうこともあったりする。結構この体の,あの先生術でも面白いんですね。 さあ、じゃあ、王座の神話に入っていきます。大地の女神ガイア、ここ左側の写真ですけど、は、この地上のありとあらゆる生き物の母でした。この、えー、世界の始まりはカオスから始まったと言われています。で、そのカオスからガイアが生まれ、 ガイアとタルタロスとエロスが生まれたんです。と言われてるんですけど、このガイアが実はウラノス、天皇星のウラノスと、ね、一緒になって、で、子供を産み、いろんな、もありとあらゆる生物を産んでいたんですね。で、ゼウスを含むオリンポスの神々も巨人族も怪物もみんな彼女の子孫でした。つまり、ここを下に書いてるすべてのね、 生き物たち、神々はガイアから生まれたよ、ね、で、そのゼウスがオリンポスの神々を率いて戦いを挑んだ時巨人族ティターンは完全に滅んでしまいました。ここティターン神族って言いますけどねで。ガイアはこのことを非常に悲しんだんです。なぜなら自分の産んだ可愛い,い子供の一つである、ね。いくら化け物に見えたとしても彼女からすれば、 可愛い,い子供の一つだったで、それが滅んでしまったことで、悲しみ、そして怒りが生まれたんですね。で、そのガイアの怒りによって生み出されたのが、ティホーンという、ギリシャ神話最大の怪物。目や口から火を吹き、肩から100匹のヘビの頭が生え、半身は巨大な毒ヘビがとぐろを巻く。 もうあのここ書いてますけど天を頭は天に届き両手を広げると世界の果てまでにまあとてつもなく大きな怪物ですよねでこれはゼウスに対する恨みからガイアが生み出した怪物なので神々の前に突然出没しては襲いかかる悩みの種の生き物でした実はヤギ座の神話の時にもねこれが出てきてます いきなりこう神々が宴会をしてて、手本がバーっと現,現れて、ね、で、パーン、ヤギザの主人公のパーンがわーっと恐れを飲いて、もう川に逃げて魚になろうとしたけど、あまりにも慌てたんで、下半身が魚で上半身がヤギのままだったっていうのがヤギザなんですが、この手本が今度またね、魚座の神話にも出てくるんですね。 ゴザの神話の主人公はこのアイとビーの女神、アフロディーテです。アフロディーテは、ね、ヴィーナスとも言われています。お父さんとはウラノス。ウラノスがガイアの怒りを買って、その息子であるクロノスから、えーまあ、簡単に言うと大事な陰部を切られてしまうんですね。そしてやられてしまうわけなんです。 で、その切られた陰部がぷっチャーンと海に落ちて泡が出て、それから生まれたのがアフロディーテだと言われていますそれが生まれてる、生まれた時のね、絵が、このボッティチェリの有名なあのアフロディーテの誕生の絵なんですが、このアフロディーテとその息子のエロース、えー、キューピット別名キューピットですけど彼が、彼らが仲良くユーフラテス側の あほ,ほとりを歩いているとき、あユーフラティスか、もう突然、先ほどのティホーンが二人に襲いかかってきたんです。とっさに二人は手をつないで、川に飛び込んで、そして魚に化けました、そして逃げる伸びるときははぐれないよう、お互いの尻尾をリボンでつないだそうです。 その時の姿が星座になったものがウォーザだと言われています、ね。まあ、ウォーザの神話ってこれだけなんですよ。でもね、この神話の短い神話の中にめちゃくちゃあのウォーザワールドが出てて、まずファンタジー、ウォーザワールドはファンタジーなんですよ。ね、離れ離れになってリボンで結んでも魚を泳いでて切れるじゃないですか。ね、だけど、 このアフロディーテはいつまでも私たちは一緒よっていうねなんかこうファンタジーですよねでファンタジーとともに魚座のもう一つの性質の中には恐怖があるんです不安や恐怖それもとてつもない怪物級の恐怖が潜んでるだけど魚座が魚座の世界ってファンタジーなんでこの恐怖を直視してなくて現実から逃避する ファンタジーっていう質も大座の中にはあります。なのでね、また後でも説明するんですけど、大座が強い人で、結構ね、アル中とか依存症とかなってしまう人がいるんですね。はい。それが大座の世界ですで。次が乙女座の、その反対側の乙女座の世界ですね。で まあ、乙女座はですね、また魚座と正反対でですね、まず神話が長い。ね、これ全然またあの違うんですね。で、まあ、6番目の星座なんで、関係ある数字が6です。あ、で、ちなみにお、いっぱいに乙女座さんと言われるのは、夏の8月23日から9月22日あたりに生まれた人のことを言って、英語で言うとバーゴ。バーゴっていうのは、まあ、諸女、バージン。 から来てると言われています、ね、で、6番目、そして陰陽で言うと陰性、これはもう餃ザーと一緒。柔軟球も餃ザーと一緒です。ただ餃ザーと違うのは乙女座は地のエレメントですね。だから、すごく現実面をがすごく重視されると言われているし、あと現実面も強いと言われていますね。餃、まあ、ザーが一般的に言うと感情面。 で、現実があんまり上手じゃないまあ、例えば数字とか、なんかあの、記録するとか、そういうの苦手って。でも、その反対側の乙女座さんは、経理とか、そういうの結構得意よ、みたいなのとかは、一般的に言われていますね。で、あと、支配性は彗星です。だから、双子座と同じなんですけど、情報を収集して、で乙女座はまたその情報を分,分類する。 ね、集めた情報をあこれは尋問科学これは医学これは芸術だとかいうふうに分類するのが得意だという。であと関係ある機関が消化機関ですね。さあ乙女座の神話です。乙女座の神話はねまず登場人物がデ明メテールセレス別名セレスが北上の女神濃厚の女神なんですが これがまず出てきます。そしてそのデイメテールと大神ゼウスの間に生まれたこれこれは後に冥界の,のハデスの奥さんになったとき名前がペルセポネとなるんですが、まずそれが出てきます。娘ね、デイメテール。そしてさっき言ったこのコレの旦那さんになる人、ハデス。ブルートと思いますけど、冥界の王様です。 で、このハデス・ゼウス・デイメテールは実は兄弟なんですね。あのさっき言った、えー、とガイアと、それかあちがガイアじゃない、ガイアの孫になります。あ、インターネットが不安定ですね。ちょっと待ってください。大丈夫か。あ、これ切ってなかった。 デーメーテールと、あ、豊穣の女神デーメーテールと大神ゼウスとの間に生まれた娘コレイは、デーメーテールの愛情を一身に受け、そのデーメーテールの保護のもと、宝物のように育てられました。あら、なんかちょっと調子悪い,いですね。デーメーテールは大地の女神だったので、コレイが大地を歩くとき、いつも、 母親と共にいるような安心感がありました。今画面出てますちゃんと大丈夫、うん、なので精霊たちと妖精たちと花摘みをして遊んでいる時にひときわ目を引く美しい水仙をこれは見つけました。まあその時も何の警戒心もなくみんなから離れその水仙に手を伸ばしたのでした。 ところが、次の瞬間、あっという間に大地が裂け、地の底から黒い馬に乗った冥界の歯ですから、連れ去られ、あっという間にこれは冥界にさらっていかれたんです。あまりにもほんの一瞬の出来事だったため、その場にいた妖精たちも、これが突然消えてしまったようにしか見えませんでした。大地の上を どこを探してもこれを見つけ,ず見つけられず、不審に思ったデーメーテールは、一部始終を見ていた太陽神ヘレオスを問い詰めます。そして、ハデスがこれを妻に欲しいと、ゼウスに許可を求め、そしてそのゼウスの入れ知恵で、明快にさらっていけと言われ、そしてこれを連れ去っていったということを知り、 デメーテールはゼウスに訴えるんですね。返せ。ところが、ね、まあ、これへの父親でもあるゼウス、デメーテールの兄弟でもあるんですが、冥界の王であるハデスであれば、夫として不釣り合いではないではないかと言って取り合ってくれなかった。まあ、どういうことかというとですね、冥界の王はハデス。 今風に言うとハイスペックなあの男の人で、あの全部冥界のもの、つまり地,地下のものを管理してたので、地下には石油とか宝石とかいろんなものが眠ってるじゃないですか。それ全部ハデスのものだったんですよ。だから大金持ちなんですね。で、あとハデスね、めっちゃハードワークで仕事に誠実で、であの仕事だけじゃなくて浮気もしない男の人だったんですよ。 だからまあそういうのも、ね、デメテル知ってるんですよね、ゼウスもね。まあ、だ旦那さんにして、めっちゃいい旦那さんやで、みたいな世界ですよね。で、取り合われ。そして失意のもとデメテルはまた戻っていったわけですよね。で、その愛する娘を奪ったデメテルは、とはいっても絶望と悲しみに打ちひしがれ、何にもする気になれなくなってしまいました。 そうすると彼女が管理していた地上の作物たちが、ね、もう一切動きを止めてしまい花は咲かず実らず大地の草木たちは枯れ荒れ葉放題になっていったわけです人間たちは毎日のようにゼウスのもとに現れこの豊穣の女神のご機嫌を元に戻してほしいと嘆願しますなぜなら荒れ葉といっ大地何も作物が実らなくなった ね、で、もうさすがに困ったゼウスも、えー、使い伝令の神,神ヘルメスを明快に送り、これを連れ戻すようにハデスに伝えます。で、ハデスもさすがにそれを聞いたら地上の惨状を、ねえー、聞いてしまったので、これを返さないわけにはいかないなと思ったわけです。でそこで えー、ヘルメスが迎えに来てくれて、これで母のところへ、地上へ帰れると大喜びのこれ。で、地下での生活を始めて以来、ずっと丁寧に優しく接してくれたハデス。で、そのハデスに対してあ、あまりにも冷たい態度をとってすまなかったなと思い出したんですね。そしてハデスはね、決して変わること、そんな冷たいこれに対しても変わることのない愛情を表現してたす。 なので最後の最後にちょっとハデス、ね、の言うことを聞いてあげてもいいかなーなんて気持ちになってそしたらハデスがちょっとこれにまあ最後ぐらいこの食べ物をぜひ食べてくださいとザクロを差し出したんですねで3粒だけ口にしてそして書いたわけですでその時のハデスがちょっとキラッと明るい顔をしたわけですよねあら何か嬉しそうよかった で、これで、なんかこう、未練もなく、これはね、もうハデスも幸せそうだし、帰ろう、みたいな感じで、軽い気持ちで帰ってで、デメテレが、わあおかえりお母様帰りました。ね。大丈夫だったのかい大丈夫よ。ハデスもね、優しくしてくれたの。で、最後にね、なんかね、ザクラもね、くれてね、ちょっとだけ食べちゃった。 その途端、デイメイテールの顔色が変わり。何お前、冥界のものを食べてしまったのかいというわけですね。これは何のことやら。実は、冥界のものを食べてしまったものは、冥界に戻らなければならないというルールがあったわけです。またデイメイテールはね、怒って、派手、あ ゼウスのところに行くわけですねこれを何も知らなくて騙してザクロを食べさせたんだからこのルールを無効にしてくれと訴えた。しかしゼウスはこう言いますルールはルールなくすことはできないところが自分の意思で食べたわけではないので、えー、ちょうどいいね上場酌量の処置をしよう。 どうだ ?3 粒食べた。つまり3ヶ月、1年の3ヶ月のうちは、ハデスの妻として冥界で過ごし、残りの9ヶ月は地上で過ごすっていう折衷案を提案したわけです。で、ここにまた乙女座さんの特徴が出るんですが、ルールに従う,ってう、ね。たとえデ明メテール、オオガミゼウスでも、この、えー、ルールには従わなければいけない。 でそれに従い、まあ、デメテルも仕方がないなということで、そのゼウスの提案を受け入れました。よって、これはペルセポネとなり、1年のうち冬の間、まあ、3か月の間、冥界の女王として過ごし、そして残りの9か月は娘あデメテルの娘として地上で幸せに暮らしたわけですねで。それから 冥界にデルセポネが下る3か月間はデメテル相変わらず泣き暮らし、泣き暮らし、寂しい作物がならない。で、冬という季節が生まれたわけです。ね、これが乙女座の神話です。で、まあ、さっき言った乙女座と王座のちょうど真ん中が大事って言いましたけど、じゃあ乙女座とこの神王座の神話を見ていくと。 二つともですね、親子の分離が出てきているのが特徴こと。ね。ところが、魚座は親子の分離でも、で、たとえ肉体が離ればれになっても、絆で繋がっているわよーっていう感じ。に対して乙女座は、毎年ちゃんとこれが戻ってくるわけですよ。それにしても、会えると分かっていても離れることが辛くて、冬の間は泣き苦しむ。これがね、 乙女座と魚、えー、座の相違点だと。つまりどういうことかというと、魚座はつながっているっていう意識が強いんです。で、乙女座は区別する。あの世とこの世とか、春と秋とか、あ冬と春とか、と冬と夏のように、分離、分かれる区別が特徴だと思ってください。 で、この王座のつながってる意識っていうのは、王座だけではなく、王座の守護星の海王星、海の、ね、神様ですよね。実はさっき話したハデス、それからゼウスの3兄弟なんです。で、3兄弟で、まあ、天空はハデあゼウス、海はネプチューンである海王星、そして冥界はハデス、冥王星。 が、ね、象徴していますでこのね魚座歌謡祭十二ハウスが象徴するものが実はつながっているなんですね。でどういうことかというと実はここ左に「健在意識」「潜在意識」「集合的意識」ってありますけどこの魚座歌謡祭十二ハウスが象徴するのが潜在意識から集合意識を象徴していてでこれらは目に見えない世界。 そしてまるでそれはこの海王星が示すように海のような感じなんですね。で海ってつながってるじゃないですか。ね。皆さん思い出してください。311津波、ね、がありますけど、例えば反対側の地球の反対側、チリで地震が起きても日本に津波がやってきたりするし、ね。で日本にいっぱいこうゴみが上がってくる、韓国のものが上がってきたりとかするわけですよね。 モロッコだったらね、アメリカで捨てられたものがやってきたりするんですよ。大西洋の反対側だった、うん、で、やっぱ海はつながってるんですね。で、そんな感じで、魚座の世界もつながってる。そういう意識がある。で、それを、まあ、スピリチュアル用語で言うと、ワンネス。ワンネス意識なんですね。すべては一つだよ。その感覚のこと。 で宇宙も地球も自然も人もすべてがつながって一つであり、エネルギーにおいて共通であるというこれね、間違ってないんですよ。本当なんですよね。で、そのワンネス意識が強いのが王座なんです。で、こういいことでもあるんですが、これ注意しないといけないんですよ。ね。 なんで注意しないというか、この地球で生きていくためには、ワンネス意識だけでは生きていけないんですね。魚座が強いと、ワンネス意識が強いが、地球上では弊害が起きやすいんです。例えばどういうことかっていうと、ワンネス意識、大丈夫、私たちつながってるから、なんて言って、ね、隣の旦那さんと、ね、まぐわったりしたら問題あるじゃないですか、私たちワンネスよ、なんて言って。 隣の奥さんと、ね、セックスして、いいですか、ワンネスだからって言うわけにはいかないですよね。でもっと言えば、あいいの、ワンネスだからってパスポート持たずに空港に行ったって飛行機に乗れませんよね。だワンネス意識だけだとやばいんですよ。で、例えば、いや、大丈夫だよ、恐怖なんかないよなんて言いながら、ね、横断歩道、バーって車が通るとこ渡れないですよね。 だから、ワンネス意識だけじゃダメなんです。この地球では。地球以外の、もともとのところはそうだったかもしれないけど、地球は、バウンダリーが必要なんです。境界線が必要なんです。パスポートなんてその象徴でしょ、ね、日本から出るとき。まあ、日本のパスポートは強いから、割とどこの国でも行けるんですけど、ね、もうモロッコなんかね、モロッコのパスポートで行ける国。 結構少ないんですよ、日本と比べるとね。ヨーロッパ、隣のすぐそこのヨーロッパもビザとらないなといけないし。ね、だこれバウンダリーなんです境界線ですね。その国を守るという意味なんですけど、ね。で、バウンダリーとは自分と他者との境界線ですね。さっき言った国と国との境界線。で、より詳しく言えば、自分はどの範囲のことがなるまで責任を負うべきかっていう認識なんですよ。 ここからここは私、ここからここはあなたっていう感覚ですよね。これが実は乙女座の感覚なんです。ね。地下冥界はね、に下るとこれはペルセポネになる。ね。地上に戻るとこれになるっていうね。だからバウンダリーのないウォーザとバウンダリーがはっきりしているウォーザのちょうど真ん中にいることを、ね。それが重要かなと思うんですね。 で、ここで、ちょっとバ、バウンダリーとは何ぞやっていうのを、私たちの体のレベルで見ると、この、えー、体には4つの次元があると提唱した、私が卒業した学校のバーバラ・ブレナンが言ってるやつなんですけど、これ一番左が肉体です。目に見える世界ね。乙女座の世界はこの世界だと思ってください。ね、で、さらに、こう、もうちょっと目に見えないところを見ると、 まあ、魚座が強い人なんこのオーラが見える人とか出てくるわけですよ。これからもっと出てくると思います。で、これがオーラの次元。そしてさらに進むと糸の次元。で、もっと進むとコアスター。私たちは光ですよ。愛と光ですよ。の次元があるんです。ちゃんと。ここはね、ワンミスなんですよ。コアスターは。だけど、ね、私たち目に見える世界はこの極端に離れた乙女座はあるとこ,こですよね。 で、バウンダリーってどこかっていうと、実はこのオーラの7層の一番外側、ゴールドの卵みたいな層が、で、手を伸ばしたところです、大体。ね、ここがしっかりしていると、バウンダリーが健全だって言われるし、魚座が強いと、ここのオーラの一番外側がゆるゆるでスカスカになっている。そんな状態だと。 で、じゃあ、それが、バウンダリーが、あの、ちゃんと、健全なバウンダリーがなぜ必要かっていうと、これ見てください。この左側の女の人、バウンダリーゆるゆるなんです。ここ見てください。上のん点ん点んって外側になってるでしょ。ここも点ん点んってなってるでしょ。そうするとね、結構エネルギーの強い人、ね、あから、エネルギーこうやってこう、矢が飛んできてるの分かります入り込まれやすいんですよ。 でも、こう、坊山の頭皮癖、ここに出てるんですけど、わーって入り込まれて、こわーってなって、逃げるみたいな感じが、このオーラの世界でなってる。これね。もうこの状態だと、対等な人間関係じゃないっす支配される側、する側、みたいな感じ。両方居心地が悪い。で、結局、喧嘩になったり、いじめになったりする。もういじめ、これ、典型的ないじめの、いじめられてる、いじめてる時のオーラの状態。これです。 ね、で、この左側の人、あさっきの左側の人、よく見るとこんな感じ。大ザが強いとこんなになりますよ。こう、本当はこのオーラには入っとかなきゃいけないの、ふわーんって出ちゃって、ね、なんかぽよーんってしてる。あのね、まあ、一般的に言うと、全部が当てはまるわけじゃないんですけど、首がこうやって傾いてて、で目が三白眼の人、こうなってる人多いですね。 うん、でこうなってるとどういうことが起きるかというと一番ありがちなのがいじめで次に結構気がちなのが突発的な事故に遭う、うん、とかあとレイプとかいろいろねあのちょっとこう起きたら困ることあるじゃないですか、ね、それ全部こんな感じなんですよ私酪農家で牛を飼っていて 牛たちが自由に動き回れるような状況で飼ってたので、よく観察するんだけど、やっぱね、生命反応の弱くなっちゃった牛、もうちょっと病気でボヨーンってしてる牛はいじめられますね。うん。で、こんな感じ。だから、要はちょっともう魂が抜けてるような感じなんですよ。で、あと面白いのが、その、いじめ、ね、られてた牛、ね、もっと弱い牛が入ってくると、 今度はその牛がいじめられるわけですよね。ね。だ今度ね、一番いじめられた牛が一番いじめたりするんですよ。だやっぱりこのバウンダリーっていう意識からすると、ね、バウンダリーがいると、出たり入ったり、ら入られるだけじゃなくて、相手のところにも行っちゃったりってするね。それはね、全然ね、生き方としては、この地上で生きるにはあのヘルシーな状態じゃないんですね。 だからそういう意味でもバウンダリーは大事。で、今度これもそうです。バウンダリーが緩いと何をするか入られるだけ見てください、ここ。自分の第三チャクラとかストリーマーって言って、相手の三チャクラにこのホースを伸ばしてエネルギーを奪い取ったりするんです。拡大する、こんな感じ。ここからシュルーって。で、奪い取られる人はもう、 あの自覚せずに、コラみたいな感じで、またこの、フックをかけるって言うんですけど、専門用語で。取るなみたいな感じでやるわけですよね。これ、典型的な依存の関係って言われています。でこれ、無意識にやってるんですよ、私たち。本当に。自覚なくね。で、バウンダリングが弱いと、こういうことも起きがちってす。ね でこれもそう。さっきの女の人の反対バンジの男の人でね。わーってやられてあーってなってる。もう軸がブレブレなんですね。で、これを左側の人もじゃ正常かっては正常じゃないんですよ。見てほしいんですけど、ここ1チャクラちょっとちっちゃくなってる。で、7チャクラ優位になってる。じゃこれもヘルシーな状態ではないんです。うん。で、相手に。 侵入ししてるでしょうここ見てください。ャクラちっちゃくなってるんですね。で、これはヘルシーなバウンダリーのもとになってる人間関係の、えー、図です。ちゃんと自分のここ、ここ、バウンダリーがきれいにできて、そして奪い合いじゃないんです、これ。各チャクラが共鳴しています、ね。ここ見てください。 あのストリーマーじゃないんですよ。ちゃんとお互いでこうハーモニーを作ってるみたいなね。これが通常のバウンダリーの状態。だから、まあ、とにかく人間関係に出るってことです。バウンダリーが緩いとか何とかっていうのね。なんか人間関係が何だかなってなってる時、うまくいかない時っていうのは、やっぱりバウンダリーを超えて自分のエネルギーがいってたり取られたりとか。 侵入したり侵入されたりが起きてるよってことです。うん。なので、この地球で多くの悩みは人間関係じゃないですか。ね。で、その人間関係をうまく生かせるために、自分が地球上で平和に安全で生きるために、バウンダリーっていうものは大事だよっていうことです。で、このバウンダリーが健全な状態がこんな感じ。ここ穴開いてないですね。 で、一つのバウンダリーを毎日ケアする方法です。自分の手,手のひらのところが大体オーラの場所なんで、一日一回でも何回でもいいです。まあ、ちょっとほらこういう運動にもなるでしょう。で、その時に自分でゴールドの卵のカラーを整えますみたいな感じで、自分のバウンダリーでね、足元届かない時は手が伸びて、ずっと足元のね、足から先、やっぱり1メートルか1.5メートルぐらいのところ。 自分がゴールドの卵に包まれてるイメージ。これすごく有効です。あのね、王座の世界はイメージもそうなんで、王座が強くなるってことはイメージも有効なんで、今皆さんもバウンダリーっていうことを知りましたね、知識でね。で、非常に難しい問題なんです、日本人にとっては。やっぱ和を立っくね、民族なんでね。 欧米人なんかちっちゃい時からも子供は一人で寝なさいとかっていうちゃんとそのバウンダリー意識が強いわけですよ。ね、なぜなら欧米もそうですしこのモロッコもそうなんですけど侵入されてる文化なんですよね。で日本はやっぱ海に守られてたのであんまり侵入されてるっていう感覚がないんですよ。侵害とかね。だから結構バウンダリー緩いんですよ。でバウンダリー緩い。 なんかこう癒されるとかいうのもあるんだけどさっき言ったみたいにやっぱりゆるゆるでは困るわけです。なので一日一回こうやって自分のバウンダリーを意識するとかあとバウンダリーがゆるいとどうしてもこのオーラの中にいろんなものが入ってきちゃいます。人の年だとか土地の年だとかこの辺にね黒い雲みたいだったりとか。 もっとひどくなると乳化すって言って、タンとか鼻水みたいなのがね、あのオーラ帯に付着してんですよ。見えないけど。で、それを、ね、シャワー浴びるときとか、お風呂入るときでもいいです。それが全部クレンジングされてますって思いながら、ゆったりお風呂に入るのも、このクリアリングになります。で、自分の手をこうやって太陽にかざしても何でもいいです。冷気やる人だったら冷気とつながってもいいし。とにかく自分の 手の力でバウンダリーそしてオーラの中をきれいにしますってこれ結構有効ですから特に調子が悪くなった時とかなんか肩が重たいなっていう時こうやってもいいんですよこうやってやって天に返しますとか言ってね結構肩が痛いとここに詰まってますからねでこれ何かっていうとエネルギーマッサージみたいな感じこれも結構重要です で、これは何かというと、さっき見せた、ここ、ね、コアスターレベルから、ここの次元から私たちを見たとき、夜空に輝く星のようなんですよ。だから、ここはワンネスなんです。ね。だから、ワンネスの世界もちゃんとあります。王座の世界あります。だけど、私たち肉体を持った王座あの乙女座ワールド。 ね、地上にいるのでだからやっぱその中間のオーラをね整えるっていう意識が大事かなと思ね。でそうするとですねさっき言った自分がなんかネガティブなイメージが叶いやすくなるとかいうのがちょっと減ってくる。うん、まあよく俗に言うスピリチュアルでう自分の光が強くなるね。で今書いた図はこの えっと、バーバラが出した2冊目の癒しの光っていうね、本で出てます。興味がある方は、あの、アマゾンとかでね、手に入ります。で、つまり地球上でワンネスを体験するにはヘルシーなバウンダリーが必要ってことです。特にね、あの、親子の関係がもう、これ、やっぱり崩れやすいんですよね。 お母さんが子供を心配しているとき、実は何が起こっているかって、エネルギー的にこう侵入してたりとかね。あと、旦那とか、パートナーとかもありますよね。だから、そういうときこそ、心配でしょうがないとかいうときこそ、ちゃんと自分に戻って、そしてちゃんと自分のバウンダリーを張って、ね、行くっていう、自分に戻るっていうことがとっても大事です。ね。 こうさっきのバウンダリーとはバウンダリーがはっきりしていれば自分自身を守ることができるようになるんです。ってことはですよ攻撃しなくなるからもっと言えばこの世の中から戦争が減っていくことに貢献していくわけですよね。うん。なんで戦争がなくならないかっていうと集合意識潜在意識からいくと私たちが無意識に誰かとこう近所の近くの人とねエネルギー的に喧嘩してるわけですよ。 侵入したりだって戦争ってそうでしょ俺の土地に入るなっていうね。境界線争いでしょ戦争ってね。で、それを個人のレベルから、ね、なんとかすることが増えていけば、ね、国家レベルで喧嘩する必要がなくなってくんじゃないかなっていうね。そういう考え方です。だから、ウォー座が強い時期ってそれも可能なんですよ、逆に言うと。私たちがそれをイメージして毎日こうやってやっていくだけで、 隣の人にも勝手にそれが映っていってで、国家レベルで、ああ、もう別にその戦争しなくてもいいよねっていうね。そういう意味で、バウンダリー意識っていうのはすごく重要なんですね。で、乙女座はバウンダリーを表してます。あの世とこの世、冬とそれ以外の季節。で、メーテルはまた地球上の管理も課されてますよね。 ところが、ウォザに出てくるビーナスは好き放題やり放題です。あ、この男の人かっこいい。エッチしたい。ね、そういう世界。だから、その中間にいることが大事ですね。デメテールみたいにもう嘆き苦しむばっかりでもダメじゃないですかね。やっぱりね。ちゃんと信じる。ちゃんとペルセポネートは繋がってんだよって信じる気持ちも大事ですよね。これです。 ウ座ザと乙女座のちょうど中間地点、ね。そこに貢献するのがこのバウンダリー意識ってことですね。で、このバウンダリーが実はね、状態がホロスコープでわかるんですよ。バウンダリーがゆるゆるか割としっかりしてんじゃないのっていうのはね。例えばウ座ザとかジューニアハウスが強い人はバウンダリーゆるい可能性あります。 で今度、乙女座とかロクハウスが、ね、結構パワフルな人は逆に境界線意識が強すぎる可能性とか、あとアセンダントか不動級、押し座、ひざ、誘いの水瓶座の人は割となんかこうバウンダリー意識が取りやすい、柔軟球だと難しいとかっていうのがわかるんですね。えー じゃあ試しに私のホロスコープを見てくださいっていう方いらっしゃいますか三恵さん、この間見れなかったら見てもいいよ、ちゃんとサンプルになるのでね、うん、YouTube に出ちゃうけど大丈夫ですか、うん、大丈夫分かった方がいいからね。うん さんはさんどこいたのえりエリコさんの下におったんですあ,あれ消えた。<laughs> えりこさんあ,あったこれや。あん。それそれよく覚れてるね。<laughs> うん。<laughs> 一応確認、1970年12月13日、三原生まれですね。はい。でもう、まず、一言で言うと、三江さんの大特徴は、も12ハウス満載だよね、星がね。うん、うん。だから、やっぱりバウ、で、魚座の木星だし、バウンダリーゆるゆるちゃんです。<laughs> <laughs> <laughs> だから、そういう意味では、今、あの住んでるところは安全な場所だよね。うんうん、うん、全然違います。 そう東京とかああいう人がいっぱいいるところに行っちゃうといろんなものが入ってくる可能性大なんで、うん、今住んでるところに行ったのは正解だと、うんうん、まあなので一言で言うとやっぱりこう毎日こうオーラを意識する特にほら三恵さんお仕事で人前に出たりとかするじゃない、うんうん、例えばイオンとかああいうなんかね場所とかで。 商業施設でやるときとかっていうのも気がついたらいろんな人がほら見るじゃないまずあなたがバルーンアートでるそ見るだけでももうなんか入ってきちゃったりするから、うん、さんみたいな。だから道井さんが最初に私に会ったとき混乱状態だったのはやっぱりゆるゆるなところにいろんなものが入ってきてたと思うのね。だからちょっとこんなんか混沌としたりカオスになったり何かおかしいなってなんか体調悪いなとかなんか調子悪いなとかいうときはあのちょっと オーラをクリアリングしてしっかりこのゴールドの卵をイメージしてちゃんとそこに自分が入っている自分の意識ちゃんといるか自分の中心にって言って戻んなさいって言ってあげてでバウンダリーをこう整えてあげるといいですよね自分の手でね、うんうんで。それでもダメな時はプロのヒーラーさんとかに手を借りてそこを整えてもらうっていうのもあの大事かもしれない。 なんかお風呂に入るときに、うん、あのイベントとか出るとやっぱり疲れるんですよ、うん、楽しいんですけどね、シャワーをこう頭から浴びて、そそそそう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 ,そうテンって出すイメージで、うん、もうね、ちょっと強めのシャワーでもいいから、それでイメージの中でもう自分のこのオーラが綺麗になっていくっていう、オーラも綺麗にしますみたいな感じでね。 あのそのイメージがまた今度12ハウスがこんだけあったりござんに木製が来たらイメージ力も強いので、うんうん、それが具現化していくから余計にヘルシーなオーラとヘルシーなバウンダリーにケアできるようになるよね。うん、うん、あねあの悪いイメージは、うん、浮かんだらすぐ「今のはなしなしキャンセルです」っていうようにしてる <laughs> <laughs> まあ、それも一つなんですね。でも悪いイメージもある。地球上で生きてると人間なんで悪い思いとか悪い感情はあります。うんうん、だけどそうそう、それが出てきたときにああのそこにあまりとらわれないようにすること。うんうん、で、一つの,その悪いイメージが出てきちゃう原因としてよそから入ってくる場合もあるから、ねうん、まあね、例えばモロッコの家なんか窓がちっちゃいわけですよ。窓がない。 こともある、うん、ねそれなぜかって、うん、壁も分厚いんですなぜかと,とやっぱり外の気候が厳しいから、うん、もう砂ならししょっちゅうだし、うん、日本だとさ窓を開けて換気っていうのが健康なイメージじゃないですか、うん、ここ違うの締め切ってた方が安全だからちょっと日本人のバウンダリー感覚やっぱちょっと緩いと思うんですよね <laughs> <laughs> もちろん換気は大事あとねもう一つね太陽の光もすごい浄化してくれるから、うん、例えば、まあ、夏はあれだけど冬とかを日中奉する時とかにあいろんなものが浄化して上がってってるっていうイメージとかも有効だと思いますやってみてください、うん、まあ面白いのがモロッコだと逆に太陽が入るところは もう物も全て傷んでいくから悪魔が入ってくるんじゃないかっていうぐらいね。<laughs> もう窓閉め切ってますよね。なんかね、<laughs> カーテンも押したりとかしてね。ほっとする、そっちの方が。<laughs> だからまあ、国が違うとまた違うんだろうけど、日本の場合はそのやり方がいいかな。まあ、でもじゃあ、あの三井さん無意識にやってたってことですね。それをまた意識ってやるようになると効果が上がるよね。うん、うん お日様はこうう浴びるよにまあ、うん、お日様もねほんと最近太陽フレアの関係で気をつけなきゃいけない場合もあるんだけれど <laughs> でもなんか自分で分かるじゃないですかあちょっと太陽浴びた方がいいかなとか、うんね、これちょっと紫外線強すぎるなとかっていう、うん、そのやっぱ感覚にもちゃんと素直に従えるようになるっていうのも大事ですよね。うん、これまたあの再来月お話しする大膝の世界になってくるんだけど。 うん、でもやっぱねあ,のある程度ヘルシーなところに自分がいるとそういうのもちゃんと直感で分かるようになってくる、ねうん、なんか今日変な天気とか、うん、分かりますなんかなんか今日の太陽変だなとかまあとにかくね三手さん今日で2回目受けてくれたんでバウンダリーっていうのが分かったでしょうからうん、うん、ぜひ活用してください。あの<あ>知って 意識するってだけでも変わってくるのでね、うん。うんうん。あのと、はい、も子さん、アセンダントがヤギにいるから、うん、まだちょっとバランスとってくれてる感じが。いや、あのね、ヤギって言っても、ヤギ活動球なんで、動くんですよ。うんあの。このバウンダリーに関して、アセンダントがあの、バウンダリーが強いっていうのは不動球。不動球 うん、不動級っていうのは何かっていうと、<あ>牛座、獅子座、サソリ座、それから水瓶座なんですよ。あ<ー>うん、そこら辺はね、もう決めたらそれでいくっていう、そんな感じの感じ。<laughs> で、それの真反対の柔軟球って、もう、いや、この間あ、あれ言ってたけど、そうだったっけみたいなね、<laughs> <laughs> コロコロ変わる。で、ヤンギーは活動級のその真ん中です。あ 不動級ほどまで頑固でもないし活動ああの柔軟級ほどまで優柔不断じゃないある程度フ,あのフレキシブルなところ、うんうん、だけどバウンダリーっていうところからするとちょっとどうかなみたいなところありますよねじゃあ今見みついたんですけど12ハウスに星があるし、うん、12ハウスがいて座ってことは、うん、柔軟級でもうゆるゆるにゆるゆる。 ゆるゆるにゆるゆるよ、三井さん。<laughs> でもそれができるあるから、そうやってバルーンアートとかできるのよあ<ー>、うん。で、いろんなイメージも拾って、あこの子、こんなの欲しいだろうなだから悪いわけじゃないんですよ。逆に言うと、例えばチャネリングだとか、ミディアムシップだとか、そういうなんか目に見えない世界とか、あとアーティストとかにとっては、プラスになるんですよ。うんうん ただ、この地球で現実面を生きるときに、特に人間関係で、このバウンダリーが緩いるとさっき見たみたいにね、侵入したり、侵入されたり、あるから、苦しくなったりするよっていうことです、ね。分かりました。はい。うん、そうそうそう。そうなんです。悪いわけじゃないんですよ、本当に。意識して気をつけばいい、ね、そ,うそ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 う。そういう自分の特徴があって、で、なんか変なことが起きたときに、あ、もしかしたら、あ 窓開けっぱなしやった隣の猫が入ってきてうちの台所の魚食ってったみたいなそういう感じですよ。でもずっと締め切ってたらやっぱり彫りはたまるし行けないじゃない <laughs>、うん、だからバウンダリングが緩いのが悪いわけじゃない。うん。魚座が悪いわけじゃないんです。<laughs> であと皆さんにねあの夜の分も言ったけど三井さんみたいにこうジューニーハウスにいっぱいお星がある人。 結構ね、引きこもりとかニートになる人多いんですよ。その一つが、さっき言った、やっぱりもうきついんです。特に学校なんか行けなくなっちゃう。うん。うん、で、もう今の日本とかも、ほら、すごいやっぱり、特にコロナとかでこうね、不安とかのこううエネルギーがあって、もうそういうのきついんですよ。敏感すぎるから。でも、でも面白いのがね、12ハウスに星がいっぱいある人、ニートとか引きこもりだけじゃなくて、 アメリカの大歴代大統領だったりとか有名な政治家とか、ね、は12ハウスに結構星があったりする。うん、うん。だから、この12ハウスってまた不思議な場所なんです。ウ座ザとか12ハウス、海王性って。で、ポイントは何が違うかって自分がそういうもの、目に見えない世界とかにもっと興味を持って、オープンになって、 で大抵がねやっぱ12ハウスに星がある人とか大沢さんに星がいっぱいある人っていうのはワンネス意識が広いのでやっぱり自分のことだけじゃなくて世の中が良くなってほしいとかみんなが幸せになってほしいっていう意識が強い人が多いんですよ。うんうん、だからそこに何ていうのかなポジティブに自分のお役目発しできるためにもバウンダリーっていうのがちゃんとしてるとやりやすいかなっていうことだよね。 だってそうじゃないですか。政治家になる人たちなんかバウンダリーゆるゆるの状態だったら大変だよね。まあ安倍さんみたいになっちゃうのかもしれないよね、最終的にね。うん。変性、うん、あるじゃないですか。ケ,ンケンネディ大統領だってね、暗殺されたし。うん、うん。だって私たちぐらいじゃないぐらいの注目買うでしょ。念もいっぱい飛ぶし。うん、うん。で、恐らく、 だけどやっぱり政治家の人とか占い師さんとかに相談するとかって,ってそういうの知ってんだと思いますよ、ある意味。自分を守る方法ね。うん、うん。だ三井さんもぜひあの自分で工夫していろいろやってみるといいかもね。そうすると、なんかお仕事ももっともっと幅が広がる可能性がある。うん,うん、うん。で、あともう一つ、12ハウスに星がいっぱいあるので、いろんな人の深いところに入ってくるので。 なんかわかんないけど三井さんが作ったバルアーと思ってるだけでなんかすごく元気になりましたとかそのショーを見てすごいあのちょっと鬱っぽかったのが良くなってきましたっていうことになる可能性もあるんですよ。うんうん、知らず知らずフィーリングしてる、ね。そう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 、ね、だからそこを意識してあ自分の能力をしてね、うん、そしてあまり相手にも行き過ぎない入られすぎないためにもこうやってこうね。 エクササイズしながらっていうのは有効的だと。わかります。はい。まあ、なんとなく意味わかるでしょ、言ってるのは、ね。わかります。はい。ありがとうございます。他になんかじゃあ私のもチェックしてくださいとかありますかアドバイスくださいとはーい。あ、久美子さん。はい、こんにちは。おはようございます。あ,あのの、ま、ちゃんの い,いろいろありがとうございます。<ー>ここに入っている方々もいっぱい霊気を送っていただいて。あ本当ですね。なんかちょうどやっぱり満月の日になくなりましたね、な日のの日。あの、あのだからあの満月ですよ。あの、ご存力が上がってきたのが。そう、智子さんがね、あのうん、言ってくださっちゃったじゃないですか。2日前ぐらいに多分その日にちょっと危ないかもって言ってくださってたから、その日に、うん、予定を。 変更できたので一緒にいられてよかったです。ね、ずっと丸ちゃんを抱っこしながら行けあ,<ー>ありがとうございます。まあなんかでもあの泣き殻見るとなんかまだ生きてんじゃないっていうぐらい安らかな顔してましたよね。生きてる感じでしたね、あの子。ねえ。うんうん、普通抜けちゃうともうただの抜け殻みたいになるんだけど、うん、あの丸ちゃんの写真見てえ、ま、え、寝てんのかなみたいな。ねそうな感じだっとあ,あの 次の日が仮装だったんだけど、仮装する前までずっとあんな感じでした。へえー。うん、なんか満たされたんでしょうね、きっと多分ね。あ,あ,ありがとうございます。皆さんのエネルギーに入ってい,<あー> <laughs> いけました。よ <laughs> かったです。あじゃあ、生年月日また教えてください。はい。1965年8月17日です。はい。で、えー 生まれた時間を覚えていらっしゃいますかえっ、ー、とね、11時夜11時ぐらいだったかな夜中ねそしたらね、うん、確か、友子さんに前やっていただいたから入ってるんじゃないかなあ、この間、整理して消しちゃったんですよね。すいません。ん <laughs> そうですか。はい。うん、11時過ぎぐらい、じゃあ10分ぐらいにしてくかね、うん、はい。で、何市でしたっけ横浜市。 あーそっかそっか久美子さんもあれね魚座に土星とかカイロンがある世代ですよねほんであどうですか自分が獅子座だからさっきの聞いてたらあ境界線大丈夫なのかなと思ったけどでも結構入り込んじゃうッチだから影響受けたるなーとか思いながら、うん、そうそうあのこの久美子さんの世代って特殊で魚座もパワフルなんだけど反対側の乙女座もね 冥王星と天皇星がコンジャンクション重なっているって超パワフルな世代なんですよ。でね、もうこの世代に生まれた人の大きな特徴、私はおそらく前世魔女で魔女狩りにあった人たちって感じなんですよ、ね。ああ、それは感じてるんですよ。うんう1965年から。1967年に生まれてるような人たちね。だから超サイキックな能力もあるんだけど、その能力をまた出したらやられるから、あの出さないで、 現実の方をだから逆に今度、えっと、久美子さんたちが生まれたぐらいから、環境問題がすごいあの取り沙汰されてきてたじゃないですか。うん、日本でいうと水俣病とかね。はいうん、だから、地球のために何かいいことしようっていう意識もめちゃくちゃ強いんですよ。だから逆に言うと、この両極端を持っている人たち。はあ、だからその特徴を知って、 真ん中にいるっていうことをすごい要求されてると思います。うん,うん。だから、バウンダリーっていうのが大事なんだっていうのと、あと、その地球の,あのデーメーテールの感覚、なんかね、地球を愛してとかっていうね、それがあると思うんですよね。で、その両極端が、喧嘩するんですよ、知らなかったら。うん。なんかこう、で、どういうふうに喧嘩するかって言ったら、どっちかって言ったら自分のそういう直感とか、 ね、霊感とかを否定する方向に行っちゃう。うん、そうすると、でも本当はすごい能力を与えられて、それを使ってきた方がいいのに、生きれない、つまり、同性を克服できないから、結構障害があるようになっちゃうんですよね。うん,うん、うん、で、なんかそこにあ性が。使いたいんだけど、うん、世の中に出るの怖いっていうのがテーマで、なんか、い ちょっとは出て、ちょっとは出てみたいなことを繰り返して、でももうそろそろいい加減ちゃんと出なきゃなって感じがしてるんですよねいや。もう本当にその通り。だから今、<laughs> 土星が大座に入ってきて、サタリターンっていうの、こういうの。うでこ、土星っていうのは、それを使ったら、この地球で安心して成功するってことなんですよ。うんだから、久美子さんがこの間、ほら、なんかそういうヒーリングみたいなのを受けようかどうしようか悩んでたじゃないですか、習おうかどうしようかでね、やったほうがいいんです。<laughs> そしてそういうスピリチュアルの能力をどんどん使,、うん、使いなさい。使わないと逆にあの溜まっちゃうんですね。うん。うん。あの、なんていうのかな。漏電じゃないけど、よくあるのがサイキックな能力。私もそうなんだけど、どんどんヒーリングして出した方がエネルギーが回る。うん、うん。うん。で、久美子さんもそう。で、でも怖いのはバウンダリーが緩いからなんですよ。うん。 うんだから今言ったみたいにバンダリを意識するっていう乙女座の方も意識するっていう自分の中にちゃんといるで侵入したらちょっと出てってくださいぐらいのねちゃんとこう感覚ができるようになるとその能力をもっと発揮できるでしかも久美子さんの場合ジュハウスにいるからお役目なんですようんうんうんだからあのおっしゃる通りそろそろやんなきゃやらなきゃダメ。<laughs> <laughs> だから、ある意味、この間の丸ちゃんで、ああ、その霊気を送ってもらって、それを体感したわけじゃないですか。うん、で、あ動物ってああいうことしてくれるんですよ。うん、なんか本当はそういうのを経験した方がいいのをためらってたりとかすると、動物がなんか先に、まあ、犠牲じゃないけどなって、お母さんってね、ほら見てごらんって、みんなに霊気頼んで、こんな体感したやろう、うだからこういう目に見えないものはね。 聞くんだよっていうことをあ私があのグループ立ち上げたのもそうですもんあの犬と猫あ猫今度は猫かが病気で,でみんなに送ってもらって良くなってっていうのでああじゃあみんなにもそれ体験してほしいなと思ってで毎回毎回送るたび面白い感覚になりますうん、うんうん、だからグループヒーリングってすごい面白いんですよそうですよね特にこの、うん グループはなんかみんな強者ぞろいっていうか、パワー、うん。で、みんなやっぱ、あの、こう、毎日送るようになると、またそれ力強くなるので、礼、うん、気のパイプが強くなってね。うん、面白いですよ。だから毎回送ってるメンバーたち、はーいみたいな感じで、ちょちょちょ、はーいみたいな感じでやってると思うで、結構、そしてまた自分もヒーリングされるから。そうですね。うん、流すと自分もなんか、うん、あ、楽になった。そう,そうそうそう。ね、だから、久美子さんがどんどんどん,どんああやって、 みんなにお願いしますっていうことは良かったことなんです。うん、で、そういうところにどん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 自分をあの出してた方がいい。うん。で、久美子さんもヒーラーの素質がものすごくあるので、そういう意味ではね、ヒーラーだけじゃないチャネリングとかサイキックな能力あるんですよ。でもそれ出しちゃいけないんじゃないかなっていうためらい、もうその封印も解かれます。はい。どうせ帰ってきてる、2025年までいろいろ面白いこと起きると思うす。 うん、なんか前にねあの占い師やってる友達があなた自分のやつ全部あげちゃうから、うん、ヒーリングとかも、まあ、遠隔だったらいいけど直にあげるとなんか自分のパワーも全部あげちゃうタイプだから直接はやらない方がいいわよって言われたことがあって、まあ、い<や>だからそんなことない<え>そんなことないそれは、うん、それは本当のヒーリングのやり方を知らないとそうなりますよねうん例えばね礼儀だと私がやってるのは意識は 霊気のマスターたちつまり、霊気のマスターたちからエネルギーが私に降りてきて、勝手に必要な分だけが私の両手からそのクライアントさんに流れていく。で、その方のおっしゃるとりだと、自分の持っているものを全部あげるって感じないです。そんなことじゃないんです。わー,ーって意識をするのは自分が受け取る方で。 出ていくのは、その人が必要な分だけ勝手に流れていくって感じ。これだと枯渇しないんですよ。うん。あの井戸の水が枯渇しないみたいな感じ。雨が常に降ってきて地下水があふれるわけですよ。そのあふれたお水をみんな人間がもらっているわけじゃないですか。ね。だから、久美子さんが意識するのは、ヒーリングする方じゃなくて、受け取る方、ヒーリングの大元とつながって、それを受け取って、 で勝手に必要なのが流れていくんだなーっていう感じでやるといいんですよね。はい、でそれができるようになるのもバウンダリーなんですよ。なんかね、バウンダリーがあると、あ、これ以上や面白いのあるんですよ、あのグループでもね。この人ヒーリング送っちゃダメとかにも来るんですうん、うん。そうやってちゃんとなんかそういうのも分かるようになるコツが一つがバウンダリーなんです。 うん、だから久美子さんバウンダリーがゆるゆるだから多分その占いさんが言ったのかもしれないな。ああそこが弱かったってことですねその。そう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 。でもあのそういうお役目来ますから。そうですね。なんか道端で困ってる人とかいるとあ困ってるとかなんか思う思うだけで結構入っちゃうんですよね。だからその辺はちょっとこう,うん、うん、もうバウンダリー持ってかれないよそうに。 持ってかれないようになし、入ってこられない、まあ、その時にはちょっとこう背伸びしてくるってして、うん、私は金の、あの、電車の中とか難しいから、イメージの中で目つぶって、自分が金の卵に包まれてますってだけでも結構聞きます。はい。うんあの。何もしないよりは絶対。うん。うん、試しにいろいろ楽しみながらやってみてください。はい。ありがとうございます。みこさんわかると思うんですよね。今回はね。 はい、ありがとうございます。はい、ますじゃあちょっと今がね前半なんで後半に行ってまた他に私もっていう人は後半で聞いてください。はい、ええ、どどこまで行ったか、ね、あれなんかね調子悪いな。 うん、ね。あらち違っと。はい。じゃあ、後半に行きます。で、今も言ったように、魚座と乙女座でしたね。で、えー、あ。 今ね、ハエがプワーンと飛んでるんですけど、今思い出した、バウンダリーにいる人って蚊に刺されやすいんですよ、実は。だから虫とかにも入ってこられやすいってこともね、<laughs> いるでしょ、この人と一緒にいるの、この人蚊に刺される、私臭いからかな、みたいな。だバウンダリーって、目に見えないエネルギーも、その虫が寄ってきやすいとかも関係あるみたいな、ね。なので、ここをね、1日1回でもいいです。 自分のこのね、エネルギー体にも意識を払う。でね、病気ってね、体から来るんじゃないんですよ。実はこのエネルギー体、オーラ体に何かが詰まって、それがずっとすると体に影響してくるんですよ。だから何か痛みがあるってことは、そのオーラ体の中にもっと原因がありますから。 だから、意識してそのオーラをこうクリアリングするっていうのね重要です。で、これ、自分でもできるんです、さっき言ったみたい。で、意識するだけでも、本当に変わります。で、もう一回言いますけど、この25年まで、ウォーザ力が強くなる、イメージ力が強化されるので、余計に効いてくる。ね、私たちワンネスです。もう一回言いますよ、3月7日ね、久美子さんのるちゃんが亡くなったとき、同性がウォーザに入りました。 で、今、可用性も大ざにいるので、イメージが具現化しやすいんです。で、できれば自分の魂が本当に自分のハートが望むものを具現化したいじゃないですか。で、その助けとなるのが、さっき言ったオーラのクリアリングなりあの、バウンダリーの強化が一つあるよっていうことですね。で、このバウンダリーの話はもう結構深い話なので、今月だけじゃなくて、また何回も神話で歩けケーでして、 エクササイズとかも紹介しようと思いますので、また楽しみにしててください。で、乙女座と大座の中心にいることが大事です。で、私なんか、この乙女座と大座の中心っていうと、もう大座と乙女座のシーン思い出して、ああ、そうだよね、なんかアフロディーテとデーメンテールのちょうど中間ぐらいがいいんだよね、なんていうふうにやっています。ここですね、ここ。私たちがいるのはここです。だから ね、夜空とか空を降りながらとかあと山とか森とか木あもちろん東京のコンクリートのジャングルの間でもいいんですよ、ね、とにかくなんかこう周りを見ながら自分が今どこにいるのかっていうのを意識してください本当に私たち無意識なんででその時にこの宇宙の中心に自分はいるんだ地球の中心にいるんだ星々の中心にいるんだ 思い出してくださいで、あと、ハートにつながるというのがすごく重要です。ね、それはなぜか、それを、ね、ちょっと説明していきたいハートにいるっていうことは、本来の自分とつながる空間なんです。ここ、ゼロの空間っていうね。無って言われるけど、その,その状態になりやすいんです、ハートにいると。ところが、もう現代人の私たちは今、脳にばっかりいるんですよ。 例えば、今あなたはどんな気持ちですか大抵の人がね、目をこう上に、えー、っと、これね、もう思考、脳につながってる状態なんですよ。ってことは、脳はですね、記憶、過去のデータなしかないんですよ。で、それはね、恐れでいっぱいなんですね。で、恐れでいっぱいの状態で私たち常にいるわけなんで、 そうするとまたさらにバウンダリーが緩い人は余計に緩くなって、ね、なんか自分でいることがいられなくなる。で、今日、ね、始まる前に見つけたリブラさんの、ね、ブログをちょっと紹介したいといま,まず題名がね、アルコール依存症とサボテン。なんで今日これをウォーザの話でやってきたかっていうと、さっきも言ったんですけど、ウォーザとか十二ハウスの星が強い人、サイキックな人たちの に、ね、アルコール依存症になる人が多かったです,んですね。例えば、私が卒業した BBSH、バーバラのヒーリング学校の、その当時、もうバーバラは引退してたんで、校長みたいな存在がいたんです。すごく人気で。で、チャネリングもする人でね。で、彼女は家系がみんなアルコール依存症だったそうです。で、あと結婚した、最初に結婚した人もそうだったし、次に付き合う人もアルコール依存症だったとかね。 とか、あと結構学校で人気のある先生がいて、なんか私その人がね、なんかこう、ちょっとこうアル、アルコールの匂いをする感じがしたんですよ、そばに行くとね。なんでかなと思ったら。その彼も家族がやっぱアルコール依存症が多い家系だった。で、二人ともすごいサイキックなんですよ。ね。だからやっぱサイキックの能力、霊能力とこのアルコール依存症って結構絡み、まあ、アルコール依存症だけじゃないんですけどね。依存症 で、それをちょっとこうね、そのことについてリブラさん書いてたんで、それをちょっと紹介します。ね、アルコール依存症とサボテン。これはこのリブラさんがミルトン・エリクソンっていう、この人もあの、えっ、ー、と、 セラピストであり、あの催眠療法を、ね、あの紹介した人の本を紹介しています、で、あるアルコール依存症が私、エリクソンのところにあってこう言いました。私の祖父母は父方両方、母方の両方ともみんなアルコール依存症です。私の両親も、妻の両親もアルコール依存症で、私も妻もアルコール依存症です。 もうアルコール依存症にうんざりしています。私はシラフの時は新聞,新聞社で働いていますが、アルコールは仕事の障害になるのです。と言ったそうですね。で、私は言いました。わかりました。つまり、由緒あるアルコール依存症をなんとかしてほしいということですね。由緒 <laughs> あるアルコール依存症って面白いですよね。先祖で団体で引き継いできた。<laughs> なんかまるであのうなぎ屋のつゆみたいな感じですよね。でさて、これから私が提案することは、的外れに思われるかもしれません。まず、植物園に行ってください。そこで様々なサボテンを見て、3年間水がなく、雨が降らなくても生き延びることができるサボテンの脅威に触れてください。そして、たっぷり考えなさい。 何年もして若い女性が訪ねてきて言いました。アルコールなしでやっていく方法を学ばせるためにアルコール依存症者を植物園の見学に送り込んでそれをやり寄せてしまう私が会いたかったのはそんな人なのです。私の両親はあなたが私の父を植物園に行かせて以来ずっと談子を続けています。つまり最初に訪ねてきた人の娘さんがやってきたんですね。 お父さんは今何をされてるんですか父は現在雑誌の仕事をしています。彼は新聞社を辞めました。彼は新聞社の仕事はアルコール依存症者にとっては男子という仕事の障害になると言っています。で何かに依存して振り回されるというのはとても悩ましい問題ですね。これはあのリブラさんが解説するんですけど。 それは自分の行動でさえ制御できないと無力感にいつも苛まれます。もしこれをやめることができたらと考え、それを禁じてやめる努力をしても大抵挫折に終わるのです。まあ、ダイエットなんかもこういう世界ですよね。で、その、なぜそうなるかっていうのは、やめる動機が恐れから始まっているからだということですね。で、この今回のケースだったら、 新聞社の仕事の障害になるという恐れの動機があったわけです。から、この男性はアルコールをやめようとしてやめられない状態にいたんですね。もうこれは血筋の問題で自分の力で超えることのできないという白旗を挙げてエリクソンのところに訪ねてきたのでしたで。依存症に限らず、あらゆる問題の根本の動機が恐れから始まっていると、それは結局恐れを生み出す。 ってことですね、恐れの周波数が共鳴する恐れの現象を連れていくのは当然なんです。つまり思考優位、脳で考える、ここも恐れしかないからデータが。ね、でハートにいると、ここハートには恐れのデータがないんですよ。ゼロだから。で、この恐れは見ないようにして逃げ回るとますます膨らんでくる。これね、魚座の人の特徴で逃げ回る恐れ、あのティフォーンから逃げたでしょ。 そういう傾向があるわけなんです。だからアルコールに依存してしまうのかもしれないということですね。で、アルコール依存症の場合は、現実を見ないように酔った状態を続けますが、酔いが冷めたときはもっと現実が怖くなっているのでしょう。ね、だから、アルコール依存症になる人とならない人の違いは何かってことですね。体質だけじゃないよっていうこと。 でエレクソンがしたのは、この男性に植物園のサボテンの観察を進めたことですが、潜在意識への働きかけは、ねまあ、逃げずに現実と戦い、生き残っている植物の先輩を見習わせることだったんです。ね、3年間も水がなくても、生きてやるよって現実と戦う。これ、どっか乙女座力でもあるんですよ。植物から見習うとかね、自然界から見習う。 ね、でこの男性の一族はみんなアルコール依存症なので厳しい現実に対してアルコールの助けなしに生きていくこと不可能だと彼の潜在意識にすり込まれていたのでしょうということですだからエリクソンさんは潜在意識を失してたから催眠療法でその潜在意識のねあのクリアリングをするみたいなことをや,やってた人ですから。 ははいはいってそうね、あなた、由緒あるアルコール依存症の人なのねって言いながら、植物を見に行ってごらんね。そして、植物園のサボテンの観察が、アルコール依存症の男性に絶大な効果を発揮したのは、見習う相手がサボテンだったのと、自分で考えて気づく機会を与えられたことが大きかったんだと思いますということですね。 だからエリクソンさんの素晴らしかったことは、見なさい、そして考えなさいと思終わったことなんですよ、ね。潜在意識であなた恐れ優位だから恐れが出るんですよなんて一言も言わなかったですね。だってこの人やっぱ刷り込まれてるから。やっぱ自分で気づくっていうね。潜在意識の専門家であるエリクソンは患者が自分で考え、自分で気づくことを大切にしていました。心の問題では、 在意識、気づいている自分の意識と潜在意識、無意識、これ、12ハウス、魚座の世界ですね、の不調和がいつも起きているんです。そして、自分の潜在意識が自分の潜在意識信頼できない状態に陥っているんです。さっき久美子さんが言ってた、感じるんだけど、でも占い師さんからこう言われちゃったしとかって、これそれ、やっぱり余計な情報なんですね、実はね。そんなことないです。 与えっぱなし、そんなヒーリングじゃないそんなヒーラーじゃないから、ね。ちゃんとしたヒーリング、ヒーラー、ヒーラーとしての訓練を受けてたら、そんなのナンセンスですよ。ね、でも、私たちって意外とこういう外側からの何気ない、しかも無知な情報で、自分の健在意識が、やっぱりちょっとバランス崩してるってことありますよね。 でそのような状態の時自分より確かな先輩がこんな風に超えたよとアドバイスしたとしてもこれはこの人だからできたから私には無理だと却下する人もいるでしょうね。だから飲まずに過酷な自然環境に耐えているサボテンがモデリングの対象として適役だったことです。でこれねまた言いますけど自然から学ぶっていうのは乙女座力なんです実は。 ね、地球の女神ガイアのからこの地球上の生物の管理を任されたメテ、ね、だから王座の,あのファンタジー力、ね、ちょっと抜けてしまうっていうのをちゃんと着地させてくれるのが乙女座の大地に根ざしたこの自然界の植物あの大事にするっていうあのリンゴの神様の,あの木村明徳さん 彼はもういろいろやって大失敗して自殺を図りますよね。で、最終的に彼は自殺図ろうとしてロープをほーって投げて、それがパサッと落ちてあららっていっていって、だそこの木がなんかリンゴを実らせてた。ちっちゃな。はーって思って、そこで気づいて何が違ったかって言ったら、土が違った。彼はだからリンゴの木に教えて野生の 山の中のリンゴの中木に教えてもらったたわけですすよねそういういい人たくさんいますあの私が出会った彼は牛の神様と言われてたんですけど北海道の旭川の本当に岩山だらけのところに牛の楽園を作った斎藤明さんっていう人がいたんですけど彼に会いに行った時彼も本当に何をやってもうまくいかず絶望して何をしたかって言ったら木に登ってぼーっとしてたそうです。 そしたらその木に鳥がやってきて何かをついぱんってそれを見たときにハッて気がついたそうなんですよ。この鳥や虫たちはね、農業をするみたいに苦労せずにこうやって食べ物をついぱんして生きてるよねって。そうかって。で、彼はそこであのその自然な状態で生きるっていう自然放牧をね、あの思いついて、そして成功したんですよ。だから多くの人がね、 やっぱりなんかぼーっと自然界に行って自然の虫だとか鳥だとか花だとかを見て、はーって我に帰る人ってたくさんいると思うんです。私もそうだった。酪農家してた時にもう疲れ果てて、本当にね死にかけてるぐらい健康を害したんですけど、ある時パーって彼岸花を見たんですね。彼岸花ってね、毎年同じ時期に咲くんですよ。で、 あれって地球温暖化で環境が乱れて、でも彼らはピタッと同じ時に咲く。そしてその姿は誰に見せるとかそんなことなく美しく咲いてるんですよね。あ、これだと。まあそんな感じですよ。なのでサボテン、王座力、ね、乙女座力の中間にいる自然界ともっともっと親しくする。 で、この間、私、妖精お茶会でね、三井さんから教えてもらって、やって、結構ね、面白いことが起きて、もう結構いたずらもされてるけど、まあ、面白いです。であの、三井さんが紹介してくれた、三井さんって、今お話してた三井さんが、えー、とマドモアゼルアイさんがね、その妖精お茶会って、マドモアゼルアイさんが言ってた、妖精たちっていうのが緑、つまり植物の管理をしてるんですよ。だからね、 乙女座力っていうのは妖精と仲良くなるってことでもあるんですよ。で、ファンタジーワールドでもあるでしょ、大座のね。だからこの大座、乙女座のこのラインには、すごくね、この地球で幸せに暮らしていく、安心して暮らしていく、そして自分の夢を叶えていくっていうね、コツが詰まってるラインだと思うんですよね。はい、今日はそんなお話を ちょっと使い付け加えさせていただきました。面白いですよねあ。ぜひね、リブラライブラリーさんのね、ブログも面白いんでね。で、あとね、彼女のね、フルセッションも、フルリーディングのセッションもね、おすすめです。あの、彼女はアカシックリコードを見るので、で、彼女の出してくる情報って膨大なんですよ。私、5年経っても、時々その書いてくるリポートもう一回見直すっていうことするぐらい。 まあ興味がある方はおすすめなんでよかったら。で、あと自分の選定もします。お花スクールっていうのをやってます。で、今日やらなかった開放性はね、4月の21日にやろうと思います。で、結構、ね、面白いことが起きてきてるんです、このお花スクールもね。さっきあの発言してくれた三井さんは両方あの入ってくれてるんですけど、あの、教えるっていうよりもね、なんか本当に思い出すことを私、重視してるので、ちょちょっと 情報を流すすんですが、うんでまあ、アルケミストクラスは神話でアルケミよりもさらに深いところに行きますがあの参加者の人たちが結構ね、ちゃんとねあの、一緒に参加してくれてる感じで先生として特にシャーマンクラスなんかね、人数少ないんですけどね、オンラインあの昼間なんでみんななんかだんだんシャーマンになってきてる感じをね、見てたさね。<laughs> なんで、興味がある方はお問い合わせください。あの過去もね、えー、ともう半年過ぎてますけど、あの過去6も購入可能で、1口座3300円でね、買えるようになってます。まあ、こんな感じですね。終わりだよね。さあ、じゃあ、えっ、ー、と、一応、これまでなんですけど、どうですかまた見てくださいとか、あれば見ますけど、大丈夫 あよしこさんいいですよ遠慮せずすいません、はい、よよしくお願いしますはい何もすいませんじゃないか大丈夫 <laughs> あの今ねあの今まであの聞いた方もそうだけどちゃんとあのそこで言ってくれることでみんなも参考になるじゃないですかさっきのくみこさんのお話とかもね、うん、えっとよしこさんまた教えてくださいはい はい、えっと1969年の6月2日です、はい。生まれた時間分かりますかはい ?8 時20分。朝の、はい、はい。大分市でしたっけ、はい、はい。ああ、そうね。 これから見ると、う座、ん、ざもあれだし、12月までだから、あの、よしこさんの場合は、バウンダリーの問題は起きにくいかなーって感じはします。なんかでも、結構、結構なんか起きてる。てそれはね、うん、それは来月わかると思うんですけど、うん、あの、このお羊座のカイロンが効いてて、うん、本当の自分で生きることをまだ、 うんうんうん。でどっちかというとヨシコさんはドラゴンテールに落ちちゃってるパターンなんで過去性のパターンにもっともっと目に見えない世界王座とドラゴンヘッドが王座の方なんでもっともっと王座力をね信頼した方がいいんですよ。はい。はい、うんもっともっと自分の。で まあもちろんバウンダリーを意識するのも大事なんだけど、うん、どっちかというと自分が受け取ってる情報とか見えてるもの,の感覚を否定してることないですかいやでもそれが何の意味出んだろうなと思んて、ね、なんか、うんうん、こっちの力が強いんですよ乙女座の力が強すぎて。はいうん、で双子座さんだしもうどっちかってここで生きてるんですよ。 うん、過去の記憶で生きてるのハートにいないのだから恐れがいっぱいです、うんうん、さっき言ったアルチュー患者さんみたいな感じの状態になってること思います、うん、でも宇宙は今ヨシコさんにもうその、うん、いろんな形でも動かさないようにしてもう頭働かさないようにして、うん、もういっぱい寝、ねねねね、させてあ宇宙ですです うん、宇宙とつながることを応援してくれてます。<laughs> うんうん、だからもっとね、瞑想したりとか、はいね、ヨガとかもいいと思うんですけど、はい、どっちかっていうと、その,あの、瞑想するワークをするといいかなって感じがしますよね。で、さっき言ったエクササイズも効果的です。自分のやっコーラーをくりあうてとか。はい 結構寝てる間にいろんな情報を受け取ってるんだけども目が覚めてもういっぱいの情報とかで消え <laughs> ちゃってる可能性があるからおすすめはまずネット <laughs> ネットデトックスとか、はい、インターネットかちょっと1週間のうち1日オフってみるとか、はいうん、そういうのいいかもしれない <laughs> いやなんか最近やっぱり体調、まあ、春っていうのもあるんだけどいまいちでっていうのもあって。 今日も朝寝びえてたりして、うん、なんか、どうも、なんか、眠る方向にどんどん持ってかれてて。あのね、熟睡して、するようにしてみてください。うん、ですね。熟睡してなんか眠りたいんだと思う。うん、あんやっぱ、双子座とか、乙女座がこんなに強かった。私もそうなんだけど。もうね、知らない間に考えてます。そうなんですよね。うん、それがあります。う,うん、これが、やっぱり、あの、うん、足引っ張ってると思う。ううんん。うん。うん で本当はそれ能力なんだけど、ちょっと偏っちゃって、ね、だから、よしこさんが乙女座に偏っちゃってん,、うん、もっと言えば、彗星優位になりすぎちゃってですね、んそれはすごくある。うんうん だから、まあ、どっちかっていうと、こう脳、脳よりもハートにつながるワークとか、うん、瞑想、なんか、同じ、あれ、例えば YouTube かけるんだったら、ハートにつながる瞑想とかって言って、うんうん、結構そういうの出してる人とかもいるし、はい、いや、私もね、よしこさんと似たようなもの持ってるからね、もう常になるんです。うん、こうやって、こうやって寝てますからね。i p ッ d とか、あ <laughs> あよしこさん、iPhone とかこうやっても持ちながら、もう本当に暇があったら情報を入れたいって感じで、<laughs> ああ <laughs> そうでもなぜ私がモロッコにいるかってしかもモロッコももう本当に砂漠地帯に来てって言ったらそういういろんなテレビだとかラジオだとかあと人々のお話だとか全く遮断されるんですよ。おっしゃってましたね。それがすごい楽、うんうん。だって今日も久々にテレビ見たけど すごいなって、モロッコのテレビだけどね、やっぱりね、日本も一緒ですよ。コマーシャルうわ、うん、チョコレートおいしそうに描いてるなぁ、スパゲッティおいしそうに描いてるなって。もう全部、すり込みですよね、やっぱりね。うんうん、なんか、お腹空すいてるのにチョコレート食べたくなったとかね、スパゲッティ、この間食べたのまた食べたくなった。あれ、ね、あなんかそういうのに私た,たちバックされてる、結構。うん、でそこから外れたくて、ここにやってきてたなって。 それでもやっぱ私もよしこさんと一緒で水星強いから YouTube でなるだけ面白いドラマになっちゃうんですよね。<laughs> ああだからうまく使えればきっと水星めちゃくちゃ楽しいんですけど、ちょっと振り回されてしまうのかなあのね、うん、才能なんだけど、そこに行かずやっぱドラゴンヘッドに従った方がいいですね。だからちょっ,っとウォーザーっぽく。 もう本当にこうあの全部インターネットとかオフにしてファンタジーの絵を描くとかね、うん、絵のことやってらっしゃるとかそっちに夢中になる時間をもっと増やすとか、はいうん、とかずっと瞑想しながらその、ね、瞑想しやすくなりますからね皆さんね大阪つらくなるとねもう一日にこう瞑想する時間決めてその瞑想した映像を紙に書くとか文章に書くとか。うん うん、そちょっとその古典的な手を動かす方にいった方がいいかもしれない。そうです夢見た夢を必ず書く。はい。紙に書くとか。はい、ちょっともっともっとね、ウォザワールドに近づいてください。で、かりました例えば大分にいるんだから、大分のどこでもいいんですよ、海でもいいし、山でもいいし行って、妖精さんいるかなって思いながら、はい、ね。なんか妖精私に近づいてきてて目つぶって木の下で、 あのやってもいいしっていう。はい。そっち行ってください。ちょっと情報のデテックスした方がいいかも。もう多分脳がねいつもプチ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 動いてる人のように見えますよね。なるはい。ありがとうございます。はいはい。まあご参考になったでしょうかって感じですけどね。はい。はい。 他にあ,あと、よしこさんは来月のお羊座の金魚羊の話もとても重要なんで、あはい、よかったらまた参加してください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、他いいですか皆さん、はい、ありがとういありがとうヒロミさん、いいですよ。お久しぶりですね、ヒロミさんね。久しぶりです。なんか、すごく今日、あのさ、聞かせてもらってよかったなと思って、します。大座強かったですよね、ヒロミさん。大座だったんですかね。そうです、大座です。で今日ね、えっと、確かね。はい。 はい、1900、うん、え1966年はい3月3日です、はい、あ3月3日だったんですねはい、はい、時間わかりますか朝の7時53分ぐらいですはい場所は三重県だったんですよね何あ三重県です三重県えっ、ー、とね和田郡かね玉城町かどっちか渡来郡かな今 し、し、なんかね、市町村になるんですよね。玉城。じゃ、玉城です。あ、あった。玉城、三重。あ、あった。そうなんですよ。軍じゃ出ないですよね。そうなんですね。あ、あ<の>そこ広すぎるのか。すごいね。皆さん見てください。もう、十二ハウスの女王。<laughs> ーしかも、小沢だから。もう、今日のね、バウンダリーゆるゆるの。そうなんです。 ゆ、えー、ゆるゆるですだから通訳とかもできるんだと思うんですよ。そう,そうなんですでもねうん、うん、もらいやすいっていうのは昔からでだからこう日々払い塩で払ったりとかしてるんですけど、うん、あの最近気が付いたんですけど本当にもうどううしようもない時って顔,が顔のお肉が垂れるんです、うん、<laughs> それでも私もう払いもするしあと自分の顔のマッサージもすごく念入りにやるようになりました。うん そうしないと整わないうん、うん、あのー、この魚座の反対側の乙女座はボディも表すって言われてて特にボディケアのマッサージとかねまあ例えて言うならウォザワールドはエネルギーヒーリングだとすると乙女座がそのボディのマッサージだって言われる言う人もいるぐらいなんですよ、うん、だから今言った顔をいじる、まあ、要はこうやって肉体を触りながら まあここ私の居場所、ここよって感じるのはすごい有効的だと思う。うん、だからおかしいなと思ったら足の先からずっと触ってあげて、あそっかこの入れ物、魂の入れ物である自分の肉体を、ここよ、私、ここよ、戻ってきてねやります <laughs> <laughs> それはすごい有効的だと思う。 あそうですよね。あ、じゃあ、それも、それやります。うん、はい。うん、それとこれとね、なんかはい、これはう、うん、やろで、やっぱり、ヒロミさんみたいな方は、時々でいいので、やっぱり、あの定期的にあのヒーリングとか、そういうのを受けられた方がいいかもしれませんね。うん,ねうん。ねそうですよね。うん、ちゃんとこう、払うやつ。私が今ね、<っ>受けてるね、あのレスト・イン・ピースってやつがすごいおすすめですよ。あの、そういう不浄レ齢を全部あげるやつなんですよ、ね。あ なるほど。はい。ともみさん、あれよ、京子さんが勧めてたやつ。いいっすよ、あれ。ともみさんとかもいいと思う、12ハウスに虫があるから。うん。あの、後とで Facebook で、この人ですって、あのーマ<っ>でアルケミーかなんかでも紹介しときますんで。お願いします。うんあ,あの、面白いです。もう私、今回2回目なんだけど、うん、なんかね、すごく楽になる。で、その人の先生が言ってたんだけど、 そういうい未お金がゼロの人がいるんですって。おうん、で、誰かってアカシアさんまさんなんですへえ。ー。面白いでしょアカシアさんって大槌じゃなかった人は違ったかなカニザです、あの人。カニザだ、カニザか。だけど、もうお笑いモンスターっていうか、すべてお笑いじゃないですか。<ー>だからやっぱり笑いの波動って、やっぱ払うっていうか、ね。世の波動なんですね、うん。そう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 。彼自身はね、 私生活はめちゃくちゃ波乱万丈なんですよね。うん、なんか弟さんを火事で亡くしたりとか、なんか実のお母さんを早くに亡くしたりとかね、本人もあと一歩で日光ジャンボ機降りたやつに乗ろうとしてたりとか、うん、結構過激なんですよ。でね、やっぱ独身貫いてあるし、うん、でもお笑いっていうのにはもう徹底的じゃないですか。うん、うん、だからあやっぱ笑いってそれ邪気をね。 やっぱ払うっていうか、あげるっていうか、ね、だからやっぱりシリアスになりすぎないっていうのも皆さん大事ですよ。そうですよね。うんうん。やっぱ地球に、あと余談ですが、地球にやってくる魂たちってシリアスなんですって。真面目なんですって。だって、修行しに来るんですもん。それを選んでくるんですもん。そう、そうなの。あの前ね、チャンネラーさんに見てもらった時があって、友達の。 なんか宇宙の私のあの兄弟たちがいてこの地球に降りたとも子が一番真面目だったって言って。<laughs> 私たち不真面目だから地球になんか行けなかったし行きたくなかったけどとも子真面目だから行っちゃったんだよねって言って。なるほどね、うん。だからやっぱあんまり真面目すぎるとだから日本人つらいと思うんですよ、真面目すぎる。いやだってあのでもむ,むしろ それで何で生まれてきたのかっていう意味を追求していくことが喜びになってたりもするのでそうでねうこの間妖精茶会をやった後気がついたんだけどこれ妖精のいたずらかなっていうことが何回も起きたわけなんですよいたずらね<ー>あの台所行ったらパッカーンって冷蔵庫開けっぱなしになったりとかなんか水が出なくなったりとかねでこれもしかして妖精の仕業と思うとなんかね ププっって笑って笑しまううんんですよね、うん、なんかこのくらいの緩さが私たち人間にまあ簡単に言うとこの魚座と乙女座の中間に入れるポイントかなみたいなねうんそんな気はしてます。はい 心うん、まあでもあのベストインピースひろみさんいいかもなんか一回体感するといいかもしれないですね,、はい、ねありがとうございますじゃあちょっと試してみます、はい、はいはいあのまたセラピストさんもとても好きな素敵な方なんで、うん、おすすめあのヨシコさんなんかもおすすめですよすごくやっぱ重たそうですもんねヨシコさんね,なんねうん何か一回軽くなるまあでもヨシコさんの場合やっぱりこう例っていうよりも このちちちちちちの方がうんうん大そうなんであのお家 Wi-Fi ですかよしこさん寝る場所 Wi-Fi あります、うん、あの寝る場所にあの、はい、寝室と教室あの今は別々ですかいやワンルームなんですよねあ,<ー>あそっかそんな狭くはないんですけどああのね一番おすすめは寝る部屋に何も置かないことね。 1> 私、1回あのヒーラーの先輩の部屋に泊まって何もないヒーリングルームに泊まった時があってすっごく深く寝れたんですよ。うん、だから本とか、あともちろん w i f i もそうだけどコンピューターとかないところで寝るとね、すごいすっきりするんですよね。ょうん、とか頭の枕元にコンセントがないところがいいですよ。ワンルーム とかそれはクリアしてるかる時に電源全部抜くとかね。はい。結構、よしこさん、電波障害起きてそうな感じするから。はい、うんうん。だからまあ、ちょっと引っ越し余裕がなかったらだけど、できれば引っ越しするんだったら、トイレや寝室を取れるようなところをね、うねうん、取って、そこには何も置かないところに寝るってなると、よしこさん、いいかなって感じですね。はい、引っ越しは。うんうん 視野には入そうなんだ。もしそうならば気持ちはすごくあるんですけどできるようになったらすぐ引っ越したいなって思ってて今のはすごい前から思ってました大分だったら割と田舎の古民家とか結構安くで出してたりとかするしあと市営住宅とかあるじゃないですかね ちょっと、それこそ今言った、今、王座が高いときなんで、皆さん、そういう願いとかも、あの、イメージすると、叶いえやすいですからね。よしこさん、熟睡する環境を持つとうん。ありがとうございます。だいぶ違うと思います。はい。まあ、それは、あの、なおみさんも同じだと思いますけどね。うん。やっぱ、あ、ひろみさんか、ごめんなさい。ひろみさんは、やっぱ、こんだけジュニアハウスにあるってことはね、寝てる時間結構、 あっちに行ってる人だと思うので、どうも素晴らしいです。はい、うんですよね。うん、うんうん。だから、あのものすごい情報も受け取ってると思いますし、うんでそれをちゃんとこう意識してなんか書き留めたりとかしていくと。うん、またそれはそれで。まあね、久々に拝見しますけど、すごいですね。あ、でもだからドラゴンヘッドが大石田さんなんですね。 体のう体,、うん、体の五感を大事にする、うん、生き方をするっていうね、はい、皮膚感覚ですね特にねだからこのオーシザードラゴンヘッドってことはまずね、まあ、これもねやっぱ寝る環境寝具とかシーツはしょっちゅう変えるとかもだし <laughs> それはやってますすご,く、うん、すごく好きなシーツをばっかりにして頻繁にかけて。であとやっぱり食べるものとかもそうだしそうでもね、うん、私食べることがね実は大好きで大好きでってのはつまりそのいろいろねあのジャンクなものも結構食べたりするんです。うんうん、でそういうことにあまりかあのなんだ抵抗がなくってまあいいかと思ってるんですけど、うん、まあでももっとこう。 選択した方がいいのかなともちょっと頭の隅っこで思ったりもして、まあ選択っていうよりもジャンクでもいいんですけど自分の体が本当に望むものを、あわかりましたはい。というとこに、はい、だからやっぱり意識は体ですよね。ああなるほどそうかうん、うん、もう霊的な回路はめちゃくちゃもうねオープンなんで。 うんうん、だからこそ地球にいる間はこの地球の由来の肉体に意識を向けるっていうのがヒロミさんは非常に重要なんでしょうね、うん、きっといまあ。あとすみませんもう一つ教えてください、うん、ごめんなさいこ自分で自分のこのオーラフィールドを整えるっていうのは今日教わったんですけど、うん、これを例えば私は夫に対してもできますかね 私が彼を整えてあげたりえとご主人が望むなら。あ、望むなら、分かりました。はい、だからご主人に聞くといいですよ。あこんなのあるんやけど、うん、あんたもやってみるとか言っ,て言ったら、うん、そしたら、それヒーリングなんです、あのごしこうって手を伸ばしてね、ご主人が寝てるでしょ、ソファーの上でも <laughs>、はいいご主人の体の周りに、こうやってイメージで金のこうカプセルをこうやってあげる。<laughs> はい、これ私たちヒーリング閉じるときにこのポーチするんですけど、あ<ー>有効ですすただし本人の許可が要りまわ、はい、かりました、じゃあちょっと本人に話をして、その上で、うん、そうすると、2人ヘルシーでいられますよね、うん、そうなんです、そ,うそ,うそれが、ね、今の私の課題,な、うん、課題というか、こここのところのとろだって体の一部も上げちゃったでそうなんですよ、もう他人じゃないので、本当に。<laughs> まあそれも本当このホロスコープらしい生き方かなと思うんですけど。でもなんかや,、うん、や,やってよかったと思う。あれで生き、うん、生き生き生まれ変わったような感じがしてるので自分でしょ。あでもご主人もそういう病気になっちゃうってことはバウンダリーゆるゆるの可能性があるので。うん、そうなんです。本当におっしゃる通りで。うん、で心配なのでいつもついてるんですけど私。だから ちょっとあのこういうこと聞いちゃってさーってやっ,あのやってもいい <laughs> なんて言っておいいぞみたいな感じになったらやってあげるといいですよね。はい、でご主人も自分でこう手伸びの,この体操にもなりますよねこうやってやってね。そうですね、はいうんうん、でその時に自分の周りのオーラーねこんなのがああのインターネットでこの絵も出てきますしあとで神話である気味でこの資料はまた配布しますので、はい、それをご主人に見せてもいいかと。 うん、そうするとみんな視力で見るとね、ほうって思うんですよ。怪しいって逆に思わなくなっちゃうのね。だってリアルだから。あのうん、本当に私たちはオーラ隊持ってるから。うん。ああ、怪しいってああ、そっかそっか。あの、自分の家族持ってる人試しにやるといいと思うんですよ。面白いですよ。結構いろんな発見。ね。あ,あいいアイディアですね、ひろみさんね。ぜひぜひ。うん。今、お仕事は何やられてるんですかあひろみさん。 今、ですか今あの変わらず通訳と翻訳をやってますけど、うんうん、あの今もう私、なんだろう、でき,できることなら翻訳一本でいきたいと強く意図を始めたところです。うん、なるほど、なるほどね。二子さんの木製なんでね。なるほどまあ、あともう一つですね、ボディケアの仕事とかも向いてるかなって感じがしますよ。もしあのタイミングがそのご主人にやってあげるとかね。うん、うんうん あのなんかほらあるじゃないですか、えー、初級講座だけ受けてあのホームセラピストになるみたいな。ああ、はい、ああ<ー>、ね、ああ<ー>、ああ。佐藤式リンパケアの初級講座だけは受けたんです。ああ、なるほど。それ,それう、うん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 、あ、佐藤式もいいですよね、あれね。だからそれをご主人にもやってあげて、自分にもやってあげてとかっていうのはすごくいいと思います。 そうそうですね。まずその佐藤式を彼にややることから始めようかしらうんうん。ね、まあ職業にしてもいいんじゃないぐらいのものを持ってらっしゃいますよ。そうですかね。うんうんうん。ちょっとそれはちょっと、はい、うんちょっともうちょっと自分と簡対,対話してみます。ああああ。まあバウンダリーの問題もあるからあれだけど、うんうん、一つの方法としてもしなんかそういうチャンスがやってきたときはそこちょっとこうオープンしててもいいかなみたいなのはい。 ボディーワークねはい。ありがとうございます。じゃあ、皆さん、今日はこんな感じですね。来月はいよいよ、あのお羊座、お羊座も重要です。あの今、とにかく重要なのが、魚座お羊座、牡牛座、この3つ、すごい重要なんで、よかったら来月、そしてまた再来月も楽しみにしててください。は